創業期は大村社長が、はい、亀店の会社の役員だったんですね、はいはい、でそんなことで創業期にあの本部の社長さんと、はい、あの亀店側の一加盟企業の役員という形で、うん、僕研修に来たんです、加盟店として。で本部の社長が野村浩二、はい、で僕があるフランチャイズの企業の、まあ、一役員ですね。はい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 、それが出会いなんです。元の会社のオーナーと、まあ、大村社長が、はい、まあまあ、いろんなビジネスの話をしていく中で、はい、まあ、一緒にあの会社を作ったんですね、はいはい、それがあの管理会社で、あの大村社長が社長で、その時に僕がその合弁会社の時に役付け役員として入って、アパマショップがもうぐわっと行きました中で、はい、一緒にこう会社を作ったりあのしてった中で、大村社長から声をこうかけていただいて、はい、アパマショップネットワークの本部に、はい、あの FC 事業副本部長として、はい、あの入らせていただいて、はいはいはい、でそこからも上司と部下で11年で、あのその後ホールディングス化しまして、はい、そのホールディングス化した時に本体の社長をやるけど、アパマショップネットワークのフランチャイズの社長を川本さんやってって社長から言われまして、はい、で大取りの会長を大村社長で、はい、あのネットワークの方のフランチャイズも僕社長をさせていただいて、はい、それでずっとこの十何年やってきたんです。僕は野球と剣道だったんで、はいはい、サッカー自体はあのご縁がなかったんですけど、はい、あのまあ、あの地域貢献、今は、まあ、地方創生ということで、はい、アパマショップグループ自体も全国の地方の加盟店さんの方が割合的にやっぱり多いんですよね。多いですよね、はい、でその中でやっぱり創業の地である福岡 の、 その市民クラブの非常にあの厳しい状況の中で、まあ、福岡市さんからお声掛けいただいて、ご縁をいただいて、去年の10月にまあ、取締役として、これアパマショップホールディングスグループとして、あのじゃあ川森役員で入りなさいということで、あのシステムソフトの吉尾社長として入らせていただいて、そこからっていうことでございます、うん、